皆さん、こんにちは。IT ビジネスアナリストの深田萌絵です、えー。本日は、中村悟先生の、えー、玉木デニー知事に辞任を求める緊急県民大会に皆さんお集まりいただきまして、どうもありがとうございます。えー、私の方から応援メッセージを、えー、差し上げたいと思いますので、よろしくお願いします。えー、中村先生をですね、 えー、佐藤和夫さんにご紹介いただいてからですね、えー、何度か、えー、中村先生の方から直接いろいろとね沖縄の問題についいてご教授たただくことがありました、えー、そして私大変驚いたんですけれども今のそのね、えー、沖縄の、えー、玉城デニー知事が沖縄の琉球先住民族運動に加わっていたりそして、えー、台湾有事が起こった時に沖縄の皆さんが 逃げられるようにきちんと国民保護の準備を起こしていないというね。まあそういった問題についていろいろと教えていただきましたで。私もそのことを非常に懸念に思っていてですね、今の保守の言論会の問題、実は台湾有事、台湾有事、台湾有事は日本の有事だから台湾を助けてあげようという話にばかりフォーカスがされていて、実は沖縄県の,の方、 沖縄県のえ皆様がどのように避難するのかということが全く語られていないような状態です。で、沖縄のことも語られているよというふうにあのご指摘される方もいるんですけれども、えね。 それは政府が今、問題にしているのは先島諸島の方々をどのように、えーね、避難させるのかということだけを話し合っていて沖縄の本島ですね、えー、のそのね那覇とか、まあ、そういったところにお住まいの方々をどのように避難させるのかということについて今では全く、えー、語られていないというそういった現状に私もあの、ね、非常に心配な思いを募らせています。 でこうやって皆さんが集まって自分たちの意思を表明することきちんと沖縄の未来を考えてもらいたいということに、えー、知事に対して訴えかけるということそしてなぜ、えー、玉城デニー知事に辞任を求めているのかということをより一人でも多くの方に知っていただくということがあの本当にね、えー、大事なことなのかなと思います。で今 大事なお話をしたんですけれども、今のままだと国民保護の準備、準備活動が行われていないので、えー、多くのね、沖縄の方が逃げ遅れるかもしれないということ、そういった課題を沖縄は抱えているんだよ。 そして先住民族として琉球民族、実は中華民族なんですけれども、あの中華民族の方々が、そのね自分たちが先住民族である、自分たちがその琉球民族であるということを、えー、主張されているとですね、そし仮にそれがアイヌ新法のように認められてしまうとですね、実は自衛隊や 米軍が軍事行動を取れないという、まあ、そういった事態に陥ってしまうというリスクがあるということ。一人でも多くの方が知ることでえ、そういったことがあってはならないというふうに世論が動いてくれると思います。え自分自身もですね、その LGBT 理解増進法案の中で、その女性専用空間の利用が危ぶまれるよと。 そのな、なりすましのトランスジェンダーによって、えー、ね、自分は心は女性だというふうに偽る男性が、女子トイレや女優女性衣室に入ってくる余地があるんですよ。 っていうこういったシンプルなあのね、えー、ことをいろんな方に訴え続けることによってまあ、多くの方にご理解をいただきたくさんのご署名もいただきました、まあ、そうやって皆さんもねあのできるだけシンプルな形で今のままだと沖縄の,日の県民は、えー、逃げ遅れるんだよとか あの、琉球が先住民族として認められてしまうと、実は自衛隊や米軍が沖縄を守ることができなくなってしまう。そういったことに皆さん、えー、気づいていらっしゃいますかと、あのね、一人でも多くの方に知っていただくような、そういった活動を、えー、展開されていくのがいいのではないかなと思います。で 皆さんにね、まあ、沖縄にお住まいの皆様にあのね差し出がましいことを申し上げてしまいましたけれども、まあ、自分自身もねあの東京に住んでいるからといってこの国が安全だとは思っていないので、えー、みんなで、えー、東京やね本土の人間と沖縄一体となって、えー、沖縄を一緒に守っていきましょう。どうも皆さんありがとうございました。